速攻配信を始めた帰った瞬間。あマシだーマシーマシただいまマジー会いたいです、もう会いたいです、パイセンに会いたいです。パシツイッター載せるね、パシ今日パシをツイッター載せるので、可愛い彼女風のやつをお楽しみに。待ってね、なんて載せようかな。完璧野外ライブありがとうございました。え、そう、あったんですけど、違うんですよ、あとでメール来ると思うんですけど、もうパシが本当に可愛くて、もう離れたくないと思いました。インディさんハートありがとう。こんにちは、今日は岸壁野外ライブが無事終わりました。テロップなんて書こうかな。あ、英語だこれ。ん、どうやったら英語じゃなくなるこれ。え、どうやったら英語じゃなくなる。え、どうやったら英語じゃなくなるこれ。ミロさん、ナルマ、ウィンディさん、ハット、パイナミさん、肉まん、ありがとう。ちょっと待って、ね、テロップ半角って押す。あ、来た、ありがとう。岸壁岸壁や、あ、間違えた、野外外ライブ、ありがとうございました。びっくりマーク、どこびっくりマーク。違う、なんか押しながら、なんか押しながら、あ、できた。あ、待って、消えた、最悪書いたのに消えた。あ、でも全部出てくるわ。岸壁、いや、かいライブありがとうございました。はい、できた。ヒゲジーしんちゃんさん、ハートありがとうございます。イタニさん、かわいい、ありがとうございます。タムタムさん、お疲れ、ありがとうございます。最善で見てました。お、よかったね。こんにちは。そう、油断してたでしょ。ソラハも配信どうしようかなと思って、配信しようかめっちゃ迷った結果配信しました。自然光神だからね。今日は楽しかったです。来てくださった方ありがとうございました。ちょっと待って、初めらへんのコメント読めてない、読めないと。ツイッターもね、ちょっとね、投稿したいから、ツイッターのやつも考えながら。今日なんか初め全然みんなのこと見つけれなくて、後から見つけた。みんな MC の時にめっちゃみんなを見つけました。そう、画角が違うんですよ、カメラがこっちにあるんですよ。ちょっと待ってね。あ、パシから LINE 来てた。なんてやろうかな。岸壁行きたかった。そう、今日は楽しかった、今日も楽しかったですね。めっちゃなんかね、落ち着いちゃうんですよね。なんかマイカーのメンバーと一緒にいたらめっちゃ自分落ち着いちゃうんですよ。パシとは両思いですか。いや、パシはでもゆうかちゃん推しなので。でも空は好きです。待って、なんて、ここ岸壁ライブありがとうございました。久しぶりの午後リバ
衣装、公園の衣装、久しぶりにゴゴリバ公園の衣装を着ました、着ました。可愛すぎるパシェをプレゼント。岩壁野外ライブありがとうございました。久しぶりのゴゴリバ、久しぶりにゴゴリバ公園の衣装を着ました。そして可愛すぎるパシェをプレゼント。うん、 OK、 ツイートした。叫べ I love you、 もっと声で愛してる、恋人よ太陽以上に熱くなれ、叫べ I love you、 世界で一番愛してる、この気持ちごちゃごちゃ混ざって、愛してラブル。あーちゃんさん、バラありがとう。うん、あるかちゃん見えましたよ。うちはありがとう。皆さん来てくださった方ありがとうございました。三谷さんかわいい、ありがとう。読んだか。ミンディさん、お花ありがとう。夜配信はなしかな、なしかな、どうだろう。配信で見てた。お、ありがとう。配信、そう、今日はトゥルストゥストゥルルル、いっぱいの水をシェシェシェカシェカやって、そばにいたいよ、愛してラブル、君が好きだやって、その汗はってやりました。メール来ましたか？ぜひ読んでください。じゃあそう、ダイジェスト版、確かにダイジェスト版。今日はみんな何するんですか？岩壁終わっちゃったけど、みんなスタジオとか見るのかな。スタジオ、スタジオのリハーサルを見るよってる時に帰って終わっちゃって、でもなんか舞台チームはそのまま残ってだったんですけど、私舞台出ないから、舞台出ないメンバーで帰ってきたんですけど、だからうーん、めっちゃお腹鳴る。ソラファンの目が違う。そう、ドライグ強くなる。でもドライグもね、自分、皆さんの力を借りて強くなってるから、めっちゃ、ね、おかしいやろ。パシェ、パシェかわいい、パシェパシェ。いや、ソラハのコメントはソラハかわいいとかのコメントはどこ。おこです、シナノソラハ。今日は、あ、そう、メール取ってるくださってる方、なんか今日コンビニでブランパンみたいなの買ったんですよ。ブランパン、それを1個はなんかクロワッサンみたいなを買って、もう1個は食パンを買いました。ローソンさんなんですけど、じゃーん、これがめっちゃいいらしく、あんまり食パンと変わらないらしくて気になってたので買いました。もうこのブランパンの、ブランパン系列1回食べたことがあって、でもそのブランパンはめちゃくちゃブ、めっちゃなんか硬くてあれだったんですけど、だって見てください、これ4枚入りで
100日兵衛さんですよ。ちょっとね、まあお高そうなんですけど、お高そうなんですけども、お高いんだけどね。その代わり見て、糖質 13.4 なの。食パン、普通の食パンだとね、食パンカロリー、普通の食パンよりもだいぶ安いんですよ。あ、安いじゃない、低いんですよ、糖質が。糖質、しかもカロリーが122カロリーなんですよ、1枚。めっちゃ安くない？え、安じゃない、低くないですか？これ何枚切りぐらいの薄さだろう。でも結構薄い、6枚切りぐらいかな。156枚切りとかの薄さかな、これって。わかんないんですけど、めっちゃあれだって気になってたから今日買ってきました。パン食べたいよね私、だから買いました。おいしい。そう、なんかね、なんかみほりんと話してたんですけど、みほりんめっちゃ痩せたんですよってもう言ってるんですけど、なんかみほりんにどうやって痩せたって言ったら、ダイエットしてる時は糖質を制限してましたって言ってたから、糖質制限しようと思って。お肉とかは糖質があんまりないらしいから。そう見た目だけね。これ持ってたらさこれ持ってたらなんかダイエット頑張ってる子って感じじゃないですか。普通の食パンを買わずに、ちょっとお高いやつだけど。エアパン押してからパン食べません。エアパン、よし。2通目のメールも送りました。みんな今ツイッター、さっきツイッター投稿したので見てください。パシェかわいいってみんな。にょん、いや確かにパシェかわいいけども、かわいいけども、そう、意識高い子って感じがするから。ぜひ。そう、今日は豚キムチを食べます。明日は何もないよね、月曜日。そらはちゃん痩せてないですよ、太もも。何この影。あ、太陽か、太陽かの光か。パントマイム、ピースキュンです。あ、見て、かわいいハートハートキュンです。なんかあるかな、なんかこう人の形に見えない、帽子かぶってる人の形って感じ。ここ帽子かぶってる人。皆さんハートありがとうございます。キュンです、キュンです。全然見えづらいけど、そう、この時間帯あれやですね。なにこれ、え、なんだろう、ここらへん、ここらへん、このタブレットが、あ、このタブレットのリモコンだ。お、リモコンだ。あ、さっきのようにはいかんな、あ、いかんくなった。エールありがとうございます。あ、ありがとう、サントラさん。リモコンでしたね、人の正体は。3番の絵の葉っぱ、おたさん、ハートありがとうございます。ありがとう。そう、リモコンでしたね。今日はなんかそんなしないんですけど、ゆっくりと岸壁が終わったということで、みんなこの時間帯にやってないレアだから、配信やろうかなと思ってやり始めました。
そう、そらは今日豚キムチ食べる。たまたまさんハートありがとう。みんな夜ご飯何食べるんですか？夜ご飯パシェたちは舞台ですね。カルボナーラいいなぁ、カルボナーラ。でもさ、めっちゃたまにパスタ食べたくなるときありますよね。カルボナーラ、味噌ラーメン、めっちゃお腹空いて、お腹が鳴る。岩壁ライブお疲れさん、ありがとう。パスタ、あれパスタ2人目。おでん、いいね。ハンバーグ、え、ハンバーグ作りたいな。デミグラスソースかなんかのタレ作って、え、ハンバーグ食べたいな。チーズハンバーグ、え、ちょっとまた作ろう。チーハー、チーハーだっけ、チーズハンバーグの役、チーハー。札幌一番塩ラーメン、お、ラーメン2人目。何食べようかな、多分お刺身。めっちゃお刺身食べてる、うらやましそう、うらやましそうだって、うらやましい。和風パスタと納豆ご飯食べます。あれパスタ2人、3人目だ。パスタ、焼肉いいな。今日は豚キムチ食べます無限くら寿司、お酢、お好み焼きいいね。お好み焼き、私お好み焼き行きたくて、お好み焼き、お好み焼き、広島のお好み焼きどこがいいですか。私一回なんかの時に物件探しかな、広島行きたてかな、物件を探しか分かんないですけど、その時に家族でみんなでお好み焼きみっちゃんを食べたんですけど、他食べたことなくて、なんかメンバーと行く時もお好み焼きを求めなくて、お好み焼き食べたい。だって麺とお好み焼きってさ、もう最強のコラボレーションじゃん。炭水化物、お炭水化物。今日ありがとう、あ、ひそぽんさんおめでたい、ちゃん生豚キムチパシェね。そう、膝ねあれなんですよ。昨日空が肉まん食べたから、手作り、え、手作りで肉まんってどうやってするんですか。手作り肉まん、たい焼き、さあ、前たい焼き食べました。パシェと歩いてお出かけした時に、セブンのスープカレー、え、なんかさ、コンビニのさ、おでん食べたいな。今はちょっと暑いからだけど、ちょっと今日めっちゃ暑い、今日めっちゃ暑いんですよ。ちょっと寒い時に食べたい。うららちゃん、いつも何時頃、お腹空いたって時かな。でも遅すぎてもあんま食べないか。みっちは、みっちゃん、ゆめりんは電光石火、あー電光石火見てもらう。アトムおすすめ、アトム、みっちゃんはね家族で食べたことある。電光石火聞いたことあるな、アトム初めて聞いた。ご飯が入るとお好み焼きが美味しい、え、絶対美味しいじゃん。あともうお好み焼きもおかずやんご飯ストリートみたいなのあるし、お好み焼きストリート絶対にもう一口サイズぐらいで売ってほしい。全部水炊きです。いいじゃん。でも水炊きもたまにされたくならん。ツイッターの絵が描かれてありがとう。最善ね、びっくりした。おでんにはからし、柚子胡椒、おでんはそのまんま染みたやつで食べます。蒸し器で作る、そうなんだ。完璧ライブ行きました。今度はアナウンサー風影原さん、スカルさんありがとうございました。あとなんか完璧ライブの影原の今日やったんですけど、喋ることを決め、なんか言おうと、これ言おうと思ってたんですけど、いい感じに今日言葉並びが下手くそでした今日。だから感想も影原も自分的にうまくいかなすぎて、ピヤンって感じ。初めて広島に来た時に、そうなんだ、セブンのおでんが一番好き。でもおでんを
あんまりなんて言うんだろう、コンビニで食べたことないし、あんまり家でも鍋派だからあんまりしてないか。好み焼きにご飯は注文してない、さすがにね。こんにちは、大阪はお好み焼きとご飯一緒に食べる。スーパーでチンして食べる肉まんとあんまん買ってきて、お、いいじゃん。こんにちは、こんにちは。マイク当たらなかったです。あ、それではさ、見ました、ゆうかちゃんのやつ持ってたでしょ。私は見ていた。ケーキバイキング今日暑かった、めっちゃ暑かった。矢野さんのツイッターの動画後ろの方で、あ、ほのたさんの動画上げてるんだ。いいね。あれ、そう、めっちゃセクシーに決めました。ちょ、避けてる。ほのたんさんのツイッター見てください。やば、うん、いい感じに下手。欲しい。おでんは醤油が、生姜、あ、確かにおでん生姜醤油かもしれない。バレてましたよ。レスしようと思ったけど見てなかったからやめた。意外に何でもそつなく、なんかレシピとか見たら作れる。でもオムライスとハンバーグと肉じゃがを作れる、まあ、肉じゃが作れるってことはカレー作れるかな。はーい、はーい。今日はあ、ドライグエール返そうかな。ドライグのエールが10件届いてます。トントントン、トントン。やばい、エール返しすぎたらさ、夜返せなくなる。ごちゃごちゃごちゃごて、愛してラブル。もう全然強くならなくて泣いてる。200億行きたいのに行けない。でもなんかカムラのチャームとなんかドラゴンみたいなバトルサポー、ドラゴンサポーター、レジェンドモンスターをめっちゃ強くして73レベル光ってる。エール10時頃食った、ありがとう。そう、ハルモニア、そう、そらちゃんいい表情だね。やばいよ、ツイッターほのたんさんの動画めっちゃ決めてます。後ろでめっちゃ決めてるやつ。決め決め、あ、嬉しい。なんかパシェの写真と送ってくれてありがとうって方がめっちゃ多くて嬉しい。嬉しい、ありがとう。こちらこそ。嬉しい。こんにちは、エール返さなくても出てるわけし、ありがとう、優しい、嬉しい。なんかさ、ツイッターにさ、メンバーさんの写真載せてさ、なんかありがとうって言ってくださるのがもう嬉しい。だったらなんだ、ありがとうとか言われたらもっと載せたろうってなる。72時間寝てたの？おはよう。
何の話する、みんな。何の話しますか。なんか今ね配信終わっちゃったら絶対寝る自分。もうポカポカしてるもん今日。かわいい、ありがとう。ジャスティンさん、ジャスティン、ソラハちゃんの可愛さについて。あれ、ソラハちゃん呼びだったっけ。パシェの話、え、もうメールでも書いたんですけど、本当にパシェが可愛くてもう頭抱えましたもん。あ、もう本当に可愛くてもにゃん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 なんかパシェが本当だったらなんかファンの人とかがあるから、なんかファンの人の入れ完璧、こう入りとかあのマイカーのファンの人が出たりとか、スタジオのファンの人が入ったりとかであるから、それが終わった後の、まあ、6時とか5時ぐらいに帰ろうみたいななってたんですけど、急遽早くなって早めに帰ったんですよ。で、あのそれを聞いた時にパシャが「帰らないでください」ってめっちゃ言われて「でも舞台見れないし」って、帰らないといけない舞台じゃないからって、帰らないでください、行かないでくださいめっちゃ言われて、もう帰りたくないよってなったけど帰ってきました。でも本当にその時のパシャが可愛すぎて、その時の写真をさっきメールに載せたのでぜひ見てください。もう本当に可愛いの、もう可愛すぎて、もしって今日はめっちゃパシャに甘えました。甘えたし、なんか甘やまパシャでしたっけ似合いが止まりません。エールありがとう。お、アンナさんいつもありがとうございます。パシェにガチ恋、お姉ちゃんって感じ、安心する。初めて見ました。お味噌買った、お味噌買ってないからね、買いに行きたいんですけど、もうちょっとね暑すぎて眠くなってきた。今日踊ってる時ほんまに暑すぎてね、足ボーンとこけるかと思ったもん。そう、満面の笑顔です、めっちゃ可愛くて。でなんか私が沖さんと写真撮りたいんですけど勇気が出なくて撮れないですって言われて、だからパシに あそうなんだ、今行きなよってで言ったら、って言われたから、ゆうかちゃんって言って、パシが写真撮りたいってって言ってパシ撮ってたんですけど、なんか何人かメンバーが入ってたらしくツーショットが撮れなくてへこんでました。よくおきさんと写真撮れたんですけど、写真撮れたんですけど他のメンバーさんともいてツーショットじゃなくてって悲しそうにしてて、なんか複雑な気持ちになったよね自分その場にいる自分、ちょっと複雑になっちゃった。前も帰らないでって言ったら帰ってくれる、迷ってくれる、迷いますよ、言ってくれないでしょ。ニヤニヤが止まらん、そうパシェと言ったらニヤニヤが止まらんです。ガチへこみだし、ほんとにへこんでてずっと手離せなくて、最後の最後にパシェ頑張れってポンポンってして帰ってきました。パシェのダンス素晴らしかったって言ってます。おっ、パシェかわいそう、いつもありがとう。いっちゃさん、トミコ推し、なんか推しはプロミチコッコさん変わらないです。なんかお姉ちゃん的存在なんですよねパシェは。なんか安心するというか、お姉ちゃんがいなかったので、しかもなんとかすごい気軽に話せる。で今日ミホリンとイリニャと喋ってた時に、なんかソラハさんなんか初め緊張してたんですけども、今は緊張せずなんか話せて、なんか自然に話せるのでいいですみたいに言われた時に、みほりんがなんかあれですけど、なんか友達感覚じゃないですけどそんな感じでみたいなって言われてめっちゃ嬉しかった。自分なんか後輩にキセイちゃんになんかこうなんか敬語とか使われるのあんまりちょっと慣れてないから、もうほんまに友達感覚のもう全然タメ口で OK って感じだから、なんかみほりんがそう友達感覚で喋るみたいな感じで喋るのがめっちゃ
なんかいいですみたいに言われた時めっちゃ嬉しかった。全然みんな友達感覚で喋ってって感じ、もう全然いいよと思って。後輩を突き連れてソラハ軍団を作ろう。いやいやいや、メンバー同士仲良くするのめっちゃ、マイカすごいです。で私は本当になんかずっと私本当にマイカの学園本当に楽しいんですよ。だから私はこう外から見たいんですよね。でもメンバーさんは気遣ってくださってソラハみたいに呼んでくださって喋るんですけど、なんかたまに私がねこうなんか私ダンスのところがちょっと気になんかメンバーさんの気になるところが、あここの立ち位置ちょっと間違ってるとか、ここの振り手がギクとか思ってもあんまりこう言えないんですよ。でもこうみんながなんか何々のところめっちゃいいよねとか、何々そこ間違ってた、何々ここ間違ったみたいなこう言ってる時に私がこう私も言うんですよ。前はなんかゆうかちゃんね、ゆうかちゃんもうちょっと早く移動してほしいなみたいなの言った時に、なんかもうすごいなんかもうちょっと早く行ってほしい次からみたいな言って、それ結構前から思ってたのって言われて、あ結構前から思ってたけどタイミングなくて逃してたんだみたいなの言ったらって言われて、何でも言ってよってめっちゃなんか分からんけど、ソラハも思ってること何でも言えないよみたいな、なんかすごい皆さんにとりあえず気遣わしちゃうんですよね。言葉選び今日めっちゃ難しい、全然うまく喋んないんですけど、何でも言いなよって言われて、めっちゃなんか先輩にはなんか気使っちゃうじゃないんですけど、気使っちゃって思ってることあまり言えないんですよね。なんか2期生ちゃんはなんかお友達って感じだからあれなんですけど、めっちゃ気使わせてしまうんですよ。なんか難しい、でもなんか言ったらどう思われるか分かんなくて言えなくて、でもあこの今言ったらいいかなと思う時にたまに言うんですけど、いつでもいいなってめっちゃ言われてしまう。こんにちはなんか難しいんです。ちょっとお腹空いたからブランパン食べます。これさ絶対レンジでチンした方がいいよね。絶対さオーブンで焼いた方がいいよね。あ匂いは全然食パン、そうソラがね言えばいいんですけど、なんかあ思われそうで怖いんですよね。後輩なのに何言ってんのよみたいな思われそうで怖くて、じゃん、じゃん、ひょっくりはん匂い、全然普通の食パン、なんかめっちゃ薄い、なんか知ってたカロリー高くなるけど、んこのままでも全然美味しい。お高いコンビニで4枚で120円なんですけど、糖質がめっちゃ低くて食べた。うん、美味しい。普通に食パン、そうなんか自分もなんかダンス別にうまいわけじゃないから、もし注意して間違ってたら怖いとか思ってしまうしね。マイナスに考えてしまう。
1枚あたり30円、130から4、32、30円ぐらい。初めて買いました、この糖質が低いパン。うん、うん、この1枚だけで122キロカロリーですよ。うまっ。ちょっとダイエットしたくても、あ、ダイエットがしたいけどパン食べたいとか、ぜひよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。チェックスマホが、あとブラインのパン、他にはチョコクロワッサンを食べたんですよ。それもなんか、それは食物繊維が約 10g ぐらい入ってて、全然普通のチョコクロワッサンなのに、カロリーも普通のクロワッサンの半分ぐらいで、めっちゃ良かったね。今日は260キロカロリーぐらいの、このぐらいのチョコクロワッサンとお弁当と、とこの食パン1枚。うまい、やばい、ローソンで買いだめしないと。L? O? V? E? そう、低糖質。バスチーアイス美味しかった。うん、バスチー、サラちゃんがおすすめしたんじゃん。そんなことない、サラちゃんバスチー大好きだから。うん、確かに江田島行く方絶対多いよね、この2日間タンプラリーとやってるし、瀬戸チャリでも行ってたし。今日の夜は豚キムチだけなので、ちょっとお腹空いたからもう1枚食べる。やばい、あと2枚しかない。明日の朝ごはんはこの上にスクランブルエッグを乗せて食べます。いつも甘いじゃない。うん、うまい、やばい、パン美味しい。でさ、結局これ4枚さ、1日で食べちゃったらさ、4枚も食べないけど、54g ぐらい。この4枚食べても 54g だよ、糖質で。4枚食べても 500kcal しない。え、やばくない？食パン2枚で 500kcal ぐらいするのに。やっぱり知らん？バスチー一緒に買いに行ったわ。うん、何もつけなくてもいい。うん、水の場にいける。賞味期限3日後、11日。うん、味はない。けどさ、マーガリンとかつけちゃったらさ、結局カロリー上がっちゃうじゃん。
あ、ライラと同化してない？肌色と、9ヶ月も会えてない。うん、はい、会いましょう。おいしい。そう、糖質は80から90にした方がいい、しましたってみほりんに言われたから、糖質1日 80g にしようかな。なんかもう 26g 取っちゃって、ブランパンの、糖質 14.6、13.6 足す 13.4 足す 13.、 うん、もう 41g 取ってる、あと半分。そうそう、配信終わろうかな。完璧ライブぜひ来て。めっちゃ食べてますね。そう、好きなんです、食べること。でお弁当でな、何言うか分からんかったけど、20ってしたら60ぐらい。総合力昇竜が、そう、昇竜やってるんですよ。でもね、昇竜今日帰れるやつ終わっちゃって、まあでも副流ポイントみたいなやつで買えるから、副流ポイントに買える。そう、皆さんからいただいて、めっちゃなんか朝起きたら10万ポイントぐらいあったんですけども、他のメンバーさん多分もっともっとあると思うんですけども、10万ポイントでもびっくりして、頑張ります。誕生日ます。13位ココさん、12位フリーガファスウストさん、11位 TT さん、10位ブラピーさん、9位ヒロさん、8位スーさん、7位スベーさん、6位ヘルムビーゲさん、5位ティガーさん、4位トムスさん、3位ウィンニーさん、2位ミロさん、1位アーちゃんさん、ありがとうございます。そう、昼寝してたの、終わっちゃったよ今。ではメールとブログ更新したいと思うのでお楽しみに。本当にね、痩せたいと思っている方、このブランパンシリーズ良いので食べてみてください。皆さん、ハートありがとう。ということで、岩壁ライブありがとうございました。ツイッターはね、結構前に投稿したので、まだ見てない方は、いいねとリツイートとかコメントとかよろしくお願いします。ではバイバーイ、また遊びに来てください。ぜひルームフォローお願いします。2個。バイバーイ。